はい、カンガルーですよ。カンガルー、いや、ここのゾーンえぐかったね。いや、これね、写真見てもらえればわかるんだけど、折り腰じゃないんですよ。そう、カンガルー、しかもカンガルーさ、ファイトしててさ、これね、目の前で殴り合いが始まるっていう。そう、まずトンネルみたいなとこが結構怖くて、あーそうだそうだね、なんだここ結構怖いなって言ったら、一つドアが出てきて、そこに動物が逃げ出すので開けっぱなしにしないでくださいっていう張り紙みたいなのがあって、そうそう、えってなってね、ここ入っていいの、でも入ってるしなって入ったら、普通にカンガルーがファイトしてたっていう、めっちゃ怖かった。ちょうどそれが巡回ルートの途中で行われてるから、横を通らざるを得なかったよ。まあ、でなんかこいつらはさすがに餌あげられないのかなって思ったらあったんですよね。ありました、やりましたね、そう、あげれるんですよ。みおちゃんここら辺ぐらいから、もう餌のリミッター外れたよね、外れてた、もう全部の動物に餌あげて帰りたいってなって、でもなんかカンガルーがあまりにもでかすぎて、うん、なんかみんなひよってあげない感じだったんだけど、うちはちょっとカンガルーせっかくだから餌あげてみようと思って、うんうん、みおちゃんすごかった、すごかったね、ファイトしてるカンガルーを見てもなお餌をやりたいというその心意気。カンガルーってさ、我々よりもちょっと身長ちっちゃいかなぐらいな感じじゃん。うんうん、いけると思ったのがすごかったよ、ほんと。そうそうそう、うん、でなんかね、でもね、こうやって上げてるとね、カンガルーが群がってきてね、うちの服を掴むんよ。ね、かわいい。くれよ、くれよみたいな感じで、靴掴んでくるから、あ、そこ掴まないでくださいとか言ってからカンガルーに3匹ぐらいに美容者がさ、囲まれてて、でカンガルーも結構でかいから、うん、そうなんか美容者見て、美容者これ死んじゃうんじゃないかなと思って見て。